ENフェスまで3週間か。って言っても慌てて何かするでもなし、いつも通りでいっか。しのぶ、ちょっといいか。じいちゃん、どうしたの？少し話があるんだが。ここじゃなんだな。座敷でゆっくり話そう。いや、いいよ、ここで。話って？ああ。実はこの間、ライブ会場で声をかけられたんだが、あるレコード会社かな。新規の作曲の依頼があってな。へえ、さすがじゃん。やるんでしょ？しのぶ、お前がやってみないか。え？依頼内容は新人歌手のデビュー曲なんだそうだが、新しい感性や着眼点からの作曲を求めているとのことでな。お前はまだ15だが、 DJ としては一定の実力がある。俺個人の贔屓目を抜きにしてもだ、ここらで新しい経験を積んでおくのもいいと思うが、どうだ？そんな急に言われてもめんどくさいし、じいちゃんがやんなよ。怖いのか？は？気心の知れた仲間、居心地のいいチーム、確かにいいもんだ。そこから出るとなれば不安にもなるだろう。だがいつまでも同じ場所でぬくぬくしていてどうなる？学生気分でやっていてもたかが知れるぞ。な、じいちゃんには関係ないじゃん。私のユニットに口出さないでよ。俺はな、しのぶ、じいちゃんとして言ってるんじゃない。現役の DJ として、 DJ くのいちに話してるんだ。相手は俺とも付き合いの長い信頼できるレーベルだ。渡りをつけておいて損をすることはない。もっともお前が表現者としてより上を目指すならの話だが。ちょっと待って、京子に相談してみる。わかった。いい返事を期待してるぞ。勢いで変な約束しちゃったわ。しのぶ、どうしたの？怖い顔しちゃって。いつもより眉間にシワ寄ってない？また寝不足？うん、別にそういうわけじゃないけど。何か相談事でもあるんじゃないの？まあ、うん、実は。それ本当？しのぶすごい。しのぶのおじいさんってすごい DJ さんなんでしょ？そのご指名ってことは実力を認められてるってことじゃない？それはまあそうかもしんないけど、でもさ、うちらも暇じゃないじゃん。京子だって私がいなきゃ困るだろうし。いいじゃない、やってみなよ、しのぶ。は？しのぶにとってもいい経験になると思う。こっちは何とかするから。いや、でもユニット活動のことは大丈夫、心配いらないって。そんなこと言って本当にいいの？私マジで言っちゃうよ。うん、しのぶはそっちに集中しなよ。こんなチャンス逃さない方がいいって。ああー、そう、勝手にしろってこと？んじゃそうさせてもらうから。ちょ、しのぶ行っちゃった。ねえねえ、ゆか、しのぶって本当はさ。まあ絵空の考え多分当たってると思う。どうしちゃったんだろう、しのぶ。
なんか様子が変じゃなかった？どうなんだろう。皆まで言うほど野暮じゃないよ、私も。もしもし、じいちゃん。あの仕事、受けることにしたから話進めといて。それじゃ。京子のやつ、そんなに言うならやってやろうじゃん。